最近天気に恵まれるね、このロケ。すごいですね。ねえ、気持ちがいい。ひまっかは向こう側か。ちょっと待って、シーズン的に旬つったらフグ行っちゃう。前回伊勢海老食べたらしいですねちょっと贅沢すぎてるよね庶民派気象予報士だからさそろそろ船の時間は。この船には乗りません。は乗んないの。今日乗るのはあれです。あれ、バス。気象予報士周作さんが東海地方の今こそ見たい、食べたい、体感したい旬を探す旬作日和。今回は愛知県南知多町を周回する海っ子バスで途中下車の旅へ。午前9時22分、諸崎港を後にして宇都宮方面へレッツゴー。なんかバス移動って楽しいね。旅感があってちょっとワクワクする。雲の高さがさ低いじゃない。今日はもう冬型の気圧配置だから、たまに通り雨を降らせるような。おそらく今日は大丈夫だとは思っている。あ、漁港が見えてきた。次は魚広場します。とりあえず魚広場に行けば何かはあるでしょう。確かにこのバス停は思わず降りちゃうよね。漁港に隣接する豊浜魚広場なら旬物に出会いそうな予感が。あ、もう磯の香りが。はい、おはようございます。おはようございます。なんか見たことがあるような。じゃんじゃん見てください。じゃんじゃん見てください。特チューブでおなじみ人気 YouTuber の変な魚おじさん、本業も旬に詳しい魚屋さんです。南知多の今旬を求めて旬を探す旅だ。そうなんです、はい、今だと、まあ、渡り狩りとかのね、オスとメスはね、もうちょっと12月ぐらいから良くなってくるから、ね。まあ、内子が入ってきて。おはようございます。名古屋テレビの旬さんじゃない旬さん。お天気の祭りよりこっちに来ました。お姉さんに会いたくて。南知多の旬が何かなと思って。このお兄さんに。お兄さんに。お兄さんに。今からよく今から。ええ。ちょっとサワラ。サワラ。寒サワラ。はい。ブリ。寒ブリだよね。はあ。寒とつくものが今から旬ね。寒。黒鯛も今から寒グロっていうね、この辺のね。寒グロ。はい。朝晩冷え込むようになるとね、この魚もね、良くなってくる。あ、おお、ほらもう今が旬って書いてる。綺麗。ほらすごい種類が違うんだ。やっぱりフグは旬なんですか。旬物が市場食堂で味わえるのも魚広場のいいところ。人気の刺身定食は運が良ければ脂が乗った寒ざわらも。しかし庶民派だったはずの気象予報士は朝からフグモード。鉄砂か、それとも単品でですね、はい、焼きフグにします。焼きフグ、はい、やっとフグ、フグの季節ですよって書いてるし。あー、うわー、フグだよ。今っかに行かなくても食べられるよ。贅沢かな、ごめんなさい。焼いてるからちょっと香ばしさがあるね。いやー、身ホクホク、旬が口の中で踊ってる感じがする。再び海っ子バスに乗って気まま旅。また海沿いにやってきたね。シーサイドラインをさらに北上。夏は海水浴客でにぎわう宇都宮エリアへ。周作さん、海を見たいってさ。うわー、海だ。どんより雲が。あの辺降ってるね。ちょっとモヤモヤっとしてる。あれ雨ですか。しぐれですか。もうこの時期の風物詩っすよ。ちょっと屋根があるところに欲しいね。白洲干物カフェで白洲干物。ちょっと面白そうな店やね。もうお昼だもんね。今しか食べられないようなものがあればいいな。伺うと責任者が不在のため電話で取材交渉。
おすすめはもう生シラスの一択なんですけど。生シラス一択それちょうど生シラス今旬ですか。今ちょうど秋シラスの時期かなっていう時なんで。取材 OK の丸井商店宇都宮店はシラスの加工会社が営むカフェ。そう、南知多町は日本有数のシラス漁獲量を誇り、今が旬。俺の取ったシラスで、はい、あ、え、俺漁師だもん。シラス、そうなんですか。秋のまま脂が乗ってるね。漁師さんが太鼓判を押す秋シラス、しかも鮮度抜群の生シラス丼、そりゃ食べるでしょう。うわー、綺麗。完全生だよ、キラッキラしてる。ちょっとやっぱ崩した方がいいのかな。うわ、ちょっと柔らかめの温泉卵だ。なんかとろっと溶ける。結構味はね、濃いよ。こんなちっちゃい魚なのにね、南知多の旬って感じがする。丸井商店といえば生炊きしらすも名物。水揚げ直後のしらすを甘辛く炊き上げた佃煮ですが、おお、わお、ジェラートに練り込み上にも乗せちゃったよ。どうなの。不思議だけどうまい。醤油スイーツって流行ったじゃない。そういう感じだね。口の中で遊ばせてから味わうのがいい。海っ子バスで巡る秋の南知多。今が旬のフグやシラスに出会えたシーサイドラインから今度は半島の内陸部へ。みかん狩り。めっちゃバス来てる。おお、すごい、みかん狩り。あ、キウイみかん狩りだって。旬じゃないの。降りようよ。で、もしいい、あったね、みかん狩り、キウイ狩りってあったよ。おお、ほらほら、やっぱ宇都宮フルーツ村。こんにちは。なんかキウイやみかん狩りっていう看板があったんですけど。はい、できます。あ、本当ですか。案内します。あ、本当ですか。宇都宮フルーツ村田中農園は秋のみかん狩りと激レアのキウイ狩りも楽しめるとあってバスツアーでも大人気。ちょっと俺ミーハーなんで、ちょっと握手します。ありがとうございます。こちらありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。みかん狩りされて田中農園最高。キウイってどんな風に実がなってるのなんてワクワクドキドキしながら入場。おー、いっぱいなってる。はー、すごい。で、ちぎり方、片っぽの手でね、片手でいいんですか。ええ、グッと押してください。はい、グッとやってください。押さえてください。はい、おー、簡単に取れた。はい、鈴なりのキウイは1人5個まで刈り取り OK。 しかし、すぐには食べられないって皆さん知ってました？ちぎってまた10日から15日うちへやっておくと熟すんです、うん、へー。だからこれ今触ってもカチカチですよ。もぎたてと完熟を食べ比べすることに、はい、あ、固い。音がジャリジャリ言ってる、はい、今もぎたて。もぎたてほやほや。取れるの。固っ。酸っぱい。酸っぱい。はい、これは熟したもの、ね、これ熟したもの。わあ、果汁が出てきた、うん、はい、もうスッとスプーンが入るもん。ほら、こんな感じで全然違う。爽やかないい香り。甘い、ね、こんなに変わるものなんです ね、 ね。キウイと合わせて楽しめるみかん狩りはおよそ600本もみかんの木が袋いっぱい詰め込み、営業時間内なら食べ放題、ね、ありがとうございます。味がしたかな。甘っ。果汁が溢れますよこれ。うっけー。キウイ狩りは今月下旬、みかん狩りは来月下旬まで。まだね、夕焼けにはちょっと早いけど、雲の間からさ、光が差してる感じなんていいじゃない。薄明光線っていうのよ。天使のはしごって言ったり。よかった、最後晴れてきて。最後は俳句で。俳句。なんか俳句って言ったら若干暗くなってきたんだけど。バス揺られ寄り道
パクツクしぐれの日。